お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのキョスケバルーンデッキでトロアゲネやっていきたいなと思います。ちょっとね、一つだけこれ皆さんに見てほしい、今555位なんですよ。はい、本当にそれだけなんですけども、今日はちょっといいことありそうというわけで、このねキョスケバルーン今ねこうまあマルチずっとやってるんですけど、まあ、このトロ隊によってやっぱねこう流行りのデッキとかが多分皆さんあると思うんですけど、トロ隊によってね、僕のトロ隊なんとねゴーレムがめちゃくちゃいるんですよ、マジで。まあもう若干盛りつつ言うと2回に1回ゴーレムみたいな、いやマジそれぐらい結構ゴレと当たっちゃうので、まあ、ゴレに勝てるまあキョスケデッキで僕はねはい行きたいなというところで、今回相手はラバーバルーンかな。さあ、この単体バルーンは美味しいですね。施設プラストルネードでキング起動と。まあこれがね、この、なんて言うんですか、施設トルネードの強さですね。で、攻めトルネードがマジで強いです。なんか巨大スケルトンの、爆破、まあ、キョスケプラスバルーン組んだ時に、まあ、巨大スケルトンがね、倒されると思うんですよ。先にターゲットを取っているので。まあ、その後の、こう、相手のね、対空ユニット全部巨大スケルトンの爆破に、巻き込むトルネード。ね、めちゃくちゃ強いんですよね。なのでそれがね決まるだけでもう最高に気持ちいいんで、ちょっとね今日はそれをね見せるのが目標というわけで、頑張っていくんですけど、さあ、まあ、なんか対空が来る。さあ、いい感じに処理していきたいが、これ施設出すコストがねちょうどなくなっちゃったので、ここはもうね確実に一発受けつつのキング起動で抑えていきます。さあ、まあ墓石がなんか意外と厄介ですね。あとメガゴもいましたね。メガゴいるんですけど、まあディガーぐらいならいいか。バルーンディガーで攻めたいですね。スケドラいない時のバルーンディガーかな。よし、まあディガー削りがめちゃくちゃ大事になってきます。あとは今日、というかこの試合。そうですね、バルーン通るかっていうと結構際どいラインになってくるので、よいしょ。さあ、でこれもキョスケプラスバルーン組んで攻めちゃいたいですね。でもディガーまでなんならやってね。でここの巨大スケルトンがやられると思うんですけど、ここのね爆破に全部ね本当はトルネをするんですけど、いやスケドラ来たから、いや間に合え、いやスケドラはちょっと間に合わなかったんで、今僕あんまいいトルネードにならなかったし、なんならね、トルネード使ったことによって、ピンチになってるんですけど。今の使わなかったら、いや、これだ、耐えれるんじゃね？佐藤は。いや、耐えれる。いや、いい、耐えれる。耐えた。いやー、ファイブ圏内かな。いや、ファイブ250なんですよね。なので、相手はここを、もう気合でね、折ろうとしてるんで、僕はもうここを捨てて、気合でね左が降りに行きます。で、お、巨大スケルトンがこれはタワー届いた。さあ、これはねもう勝ちましたね、というわけで最後のね完璧なる捨ての判断でございます。いや、よく守れましたね。なんか気合で耐えてましたが、さあ、というわけでまあ、攻めトルネードスケドラーも引っ張れると思ったんですけど、ユニットがねめちゃくちゃいると、こうユニット同士のね、かぶさり合いといいますか、まあ、重量とかもあるので重たいユニットとかいろいろあるので、まあ、そういった部分でねさっきスケドラー巻き込めなかったんですけど、まあ、あんな感じでねこうなんかねトルネをギリギリでね、あ、これトルネ来ないと思わせたところをこうピュッとねまとめてあげると、相手の対空全処理からのもう大逆転ワンパンとかもこう結構あるので、さっき的なのはもっともっとちょっとねうまい具合に成功させたいですね。さあ、タルババ今んとこはまだわからない。さあ、ダクプリなので、タルババダクプリってもう結構限られてますね。エレジャイエレジャイっぽい顔してますけど、どうでしょうか。いや、バルーン飛ばしたいけど、いや、施設がある可能性があるなら、僕のさっきみたいな感じ、施設トルネでね、バルーンをキング起動される可能性があるので、まあ、一回待って、これまあ、ボムで寄せつつ、まあ、ベビドラは巨大スケルトンの爆破で行かれるよと。さあ、今回の対戦相手はエレジャイでございます。で、相手に施設トルネードがある場合とかは、こう、バルーン飛ばすだけ、とりあえずキング起動されちゃうので、痛い、想像以上にエレジャイのパンチ食らっちゃいましたね。
タルババを転がせば多分ダメージゼロにできてたんで、もったいないですね。2コスで800ぐらいのダメージ返せるって考えたら。さあ、なのでまあ序盤はというか、まあできるだけ相手が施設かトルネード使うまでは、僕はねちょっとこうディガー削りでね、はい、戦っていきたいなと思います。ワンチャンライト来んのかな、こういうの。さすがに来ない。でまあディガーでも削ります。これバルーン飛ばしても施設取れないで、どうせキング起動されるんで、ここでディガー飛ばすことによって挙式にねユニットを出すと、このディガーを無視しないといけないので、よし、さあさあさあ、いい感じのね削れてます。これでダメージ僕リードしてるんでね、今ディガーだけで削ってるっていう感じですね。でまあ先にタルババ転がしちゃって、アイウィズ、さあ、いやこれもねまた難しい。もう出しちゃおうかな、キョスケ出して、いやサイドが逆になったな、ちょっとめんどくさいっすよね、これ。めんどくさいというかちょっと怖い。であれは、あー釣ってくる、まあ、このベビドラも結局はこの巨大スケルトンで行かれると思うんですよ。なのでもうディガーで削る。さあ巨大スケルトンなんと2周目。でもディガー削りデッキになってる今んとこ。いやでも本当にね、相手にトルネードとかあるときはそういう立ち回りになりますね。でなんならこれぐらいユニット溜まったときとかは正直言っていいんじゃないかっていう。で裏にディガーとか飛ばして相手ね、こうなんかやりにくい感じ見せかけて、さらにここですね、こういう巨大スケルトンのバカにこう全部ね巻き込むんですよ。そしたらこのねベビドラとかが残ってるし、相手あのそれでミスってました、はいグッドゲームと、まあ、いう風な、あの最後のもうトルネがしたい方はぜひ使ってくださいと気持ちよくなりたい方はぜひ使ってくださいと、まあ、そういったねあのデッキです。本当にもう最後トルネしたいだけですね。でもあれができると、うわあの人めっちゃうまいとか、クラーンとかからねこうもし観戦してくれてる人とかいると、それまあミセプ的な部分でもね使えるので、ぜひね友達とのフレバトとかにもねすごい使えると思います。いやお前それうますぎやろ流行りますよ、クラスで流行る戦術です。さあ今回相手はラバデッキと、まあラバだからそんなにね良くはないんですよ。てかまあ普通に遅延デッキ自体はラバには良くないんですけど、さあ、まあ、低めに受けつつ、これまあ巨大スケルトン殴りますよね。で、あ、ラバクロだ、クローン来ねえかな、スケルトン部隊か。いや、クローン来た。いや、これはトレーニングマッコンペン、もう、巨大スケルトンが届くし、届くし、みたいなね。で、さすがね、これは、アイビ全面してあげつつ、てか、ランバーがね、ヤンキーしちゃうんで、ホバ咲いて、コウモリ咲いたら、単純にこのベビドラきつくね、ランバーも咲いた。これ雪玉やなめ、うい、さあ、めちゃくちゃいいディガーをしていきます。個体系が多分もうなかったんですよね。単体ユニットっていうのかな。ランバーほぼ咲いて。さあ、一本折れた。なんもしてないけどな。なんもしてないんですけど、あそこのアイスイズを延命する巨大スケルトンが結構大事になってきますね。あれによって相手も後衛追加しづらいんですよ。めちゃくちゃ追加してきても、全部ね、巨大スケルトンの爆破にトルネで無理やり巻き込めば、あの相手の攻撃全部処理できるんで、さあそういうわけで今回の相手メンタルブレイクしたんじゃないんかーい、スケアミか。いやこれだってあれなんですよ、さっき言ってたんですけど、もう巨大スケルトンの爆破に全部やっちゃえばこれねカウンターが来ない。でこれが強いんですよね、クララってどれだけうまくカウンターするかみたいな、どれだけこうユニットを残してその後の攻めにつなげられるかっていうところだと思うんですけど、これもうねカウンターを強制的に止める巨大スケルトンがいるので、しかもトルネがねあることによって確実にね阻止します。さあでここで一つ僕怖いのは逆サイドのホバリングランバークローンとか、なんか逆サイ戦術がちょっと怖いですよね。あでもこれはもうさすがにこっち来るかな。さあこれで別に巨大スケルトンに無理やり巻き込めばいいので、ここですね、この辺にピューイーってやってくれれば、あーなんか一体生きてきたんですけど、まあこのボム爆破も利用しつつ行くと、まあね全然怖くないかなっていう。いやボムも強いんですよね、この
ボムの爆破とバルーンの爆破と巨大スケルトンの爆破、まあ、多くて3つ爆弾あるんで、まあ、どうにか守れるよねと。さあいうわけで気持ちスケアミ読みをしたいが、まあ、もう相手もね諦めましたかねと。さあ、いやでかいですね。ラバーとかは、まあ、戦えないこともない、まあ、巨大スケルトンを盾にするのが本当に大事になってきますね。光栄は巨スケで溶かして、バルーン来たら施設取るね、それを徹底で、あとラバはアイスウィズで、ゆっくりにさせて、まあ、溶かすと。そしたらあのラバって結構ツンツンしてて痛いんですよ。ダメージタワーをね殴ってて痛いんですけど、アイスウィズの遅延をかけることによってラバのね、ラバ自体のダメージも防げるっていうので、アイスウィズでラバをね処理するのはすごい大事になってきますね。はい、まあ、そんなわけでね、めちゃくちゃ調子良きです。めちゃくちゃ沼ってたんですよね、今日。もうね、72から落ちて67何本とか言って、もうね、やばかった。今シーズンマルチ頑張るとか言ってたのに、いや、マジで、本当に折れかけてたんですけど、まあ、なんとか戻っては来れたものの、全然こう、1桁、2桁とか、まだ遠いんでね、ちょっと行きたいなと思ってるところです。さあ、よろしく。で、意外とまあ、待てばいいのかな。ディガーあればディガーを飛ばすんですけど、まあ、それがこんなデグだったら重いので、まあ、トルネとかでまあ、守りつつね。トルネぐらいならいいでしょ。何のメガゴこれ。ちょっと待って。何のメガゴこれ。どっから湧いてきた。もうメガゴタルババ、号令か。ミスターゴラーですか。タルユキ。あー、バルーンかな。ナイトアーチャメガゴ的な、うん、トルネ、トルネ雪玉、メガゴ、トルネ雪玉、タルババ、え、待って、トルネ雪玉タルババってやばくないですか、皆さん。枯渇嫌いか、ウォールブレイカー嫌いか、いや、ゴレですね、でもこれ。多分ゴレだと思います。なんかゴレで、ウッドザップゴレみたいなのは、まあ、いたんですけど、トルネウッドザップ。トルネ、タルババ雪玉。すごいっすよね。なんかゴレとか普通、ライトニングとか、ファイボとか、のイメージがあるんですけど。さあ、引きました。ゴレです。まあ、相性はね、いいと思いますね。さすがに。先動きますか？アイミズ咲いて、ケツゴレ来て、キョスキ合わせてバルーン、ジジ。あ、全然違った。ボーラ、何のデッキですかなと。まあ、これ、いいんじゃないって。わ、スケロー。待って。俺の予想と全然違う。マジで、全然予想当たんねえ。さ、これはちょっと強制的に。わー、雪玉がね、強えんじゃ。さ、まあ、でも、ここは、あれ？キョスケの爆破に、あ、当たる。まあ、そうですね。トルネ雪、待って、やばい。ゴレスキラーとなると、話は変わってくる。いや、待って。話が変わってくるどころでもねえな。なんか、え？ちょっと待って、これどうする？皆さん。これもうスキラー、タゲ取らしたらやばいと思うんですよ。だから、もう入れさせない。入れさせないのが大事で。なんかすごい。ちょっと待って。違う。俺の知ってるクラローじゃねえ、これ。ちょっと待って。よし。で、まあ、スケラ撃たれたら、ベビで頑張るか。ベビで頑張る。まあ、ベビドラタルババぐらいで、頑張れそう。で、巨大スケルトンの爆破だよね、あれ。オッケー。いや、怖えー。ちょっと待って。いや、マジ、こういうデッキがね、一番やばいっすよね。さあ、そして、インドラの竹を取る用のディガ。オメガ5。で、まあ、トルネがね、ある。いや、雪玉。いや、すげえ。鬼家庭が。いや、でもこれ勝てそうな。なんか、謎の自信が。謎の自信があります、僕には。さあ、ここはインドラ先行します。で、完全に抑えます。よしよし。いや、これもカウンターですよ。問題はここのね、スケラがちょっとやばいんですけど。
タルババアイウィズしっかり守って、しっかり守ってカウンターですね。いや、巨大スケルトン残れ。いや、相手も残させないような攻めをしてくる。これトルネード外しちゃいます。で、外したら、オッケー。いや、これはね、いや、トルネもあんのか。君、そういえば。一発入る。いや、でかい。いや、さすがにでかすぎる。橋前ゴレが来るか。いや、これは、もう橋前京介バルーン。で、同じ真上に出してからのディガー出して、あ、やばい。いやー、その雪玉はめっちゃいい位置。となると、俺か、やばいのは。となるとやばいな、俺。もうここで溶かさないと、スケラがやばい。スケラがやばい。これもう止めて、入ってくんな、入ってくんな。ディガーで削りつつ、なんでそこでこの防衛をしてくるんや。めっちゃいい。さあ、まあ、キョスケの、これ、もう爆破、爆破神。いや、爆破神。いや、耐えて。耐えれば勝ち。ディガーで攻める。よしよしよし、来たー。やばい。ちょっと待って待って待って。すんごいデッキ引いちゃった。すんごいデッキ引いて、なんなら負けそうだったけど、これね、初手ゴレされてたら、多分ね、終わってたかもしれないけど、まあ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 、巨大スケルトンの爆破うまく使いつつの、まあ、防衛でもね、はい、攻めでも、やっぱ、キョスケがね、大活躍ということで、ぜひね、皆さん、この、キョスケバルーンデッキ、めちゃくちゃおすすめです。はい、万能ですし、何でもね、戦えますので、よければ使ってみてくださいと、よくでね、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。